上伊佐鉱山は山口県三重市に所在する鉱山である。上鉱山により露天掘りでの石灰石採掘が行われている。1946年9月に上鉱山伊佐採石所を発足し鉱山開発を開始、1948年9月より採掘を開始した。1955年には隣接地に伊佐セメント工場が完成し、シャフトキルムを使用した。 セメントクリンカーの製造を開始した。1965年より周辺の土地の取得をはじめ、1973年から丸山工区、1982年からは雨子い工区での採掘を開始、3工区を合わせて年間約800万トンの石灰石を産出している。2016年11月16日には累積で鉱量が5億トンに達した。 2018年11月4日からは4番目のコークとなる金山コークからのデコを開始している。4コーク中最大規模の伊佐コークは深さ100メートル以上、直径は約1.2キロメートルに及ぶ。伊佐コークは市街地に近接し、人家に最も近いところで150メートルほどしかない。葉っぱに制約があることから奥村組土木工業に発注し、 ビルト原社の岩盤切削機を使用した採工が行われている。工場で消費する電力は自家発電で賄い、2014年実績で廃棄物の原料代替利用116万トン、熱エネルギーとして9万トン消費している。伊佐セメント工場の工程は、クリンカーの製造までであり、セメントに仕上げる工程は、宇部市の宇部セメント工場で行われる。 クリンカー及び他の事業所等で使用される、石灰石は、宇部高山専用道路で輸送される。ありがとうございます。